のありさま。バツ丸ジュニアを笑かせということで、はいはいはい、単独のブリッジ企画ですけど、来ましたね。まあ、このうちの相方の井口バツ丸 の、 あの子供がいてるんですよ。そうですね、まあ、2歳ぐらいバツ丸ジュニア。この子、まあ、僕何回か電話もしたり会ったりしてるんですけど、うん、まあふてこいなお前言い方考えろよお前それマジで結構趣向を暮らしても受け、うん、たことない、うんうん、いや子供なんかやっぱこう関係性が大事やねんから。いやお前ほんまに、うん、じゃあこんなん言うてるんですけど、うん、僕はこいつが受けてるの見たことないですよだからほんまこれ見てる人これだけは言わせてくださいね。僕もあんま笑かしたことないんですよ。いや子供やったらあかんのよお前の子供をどっちが、うん、笑かせるか。いやー、勝負これ。その勝負は俺が勝つよ。いや普通にお前が有利やで。ただこれでもし俺が勝った場合、うん、真剣は俺に行きますいやそんな重い勝負そんなそういうことお前が勝ったら、うん、タバコ一本。いや差でかないそれ。いやものすごい差出てる。じゃあそのね、笑かすうちの子供バツ丸ジュニアことちょっとリオと紹介したいと思います。呼んでよリオと。リオリオタ無視されてリオタリオリオタお前やばいやろ。はい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 、リオちゃん。はい、リオタです。どうも。はいはいはい、泣いてる。ほぼ泣いてる。ほぼ泣いてる。ほぼ泣いてる。もうあかんあかん、こんな。バツ丸ジュニアこと井口リオトです。お願いします。無理無理。一回置いてきて。一回置いてきて。こんなん無理よ、お前。いや、やっぱりね、素敵な笑顔。無理やで、お前、それじゃ。素敵な笑顔、やっぱ。ほんまに。お前がこう、股間持ってるとき、足、こんなんだ。大丈夫。先攻後攻決めよう。ああ、俺別に全然どっちでもいいよ。あ、ほな先攻で。ちょっと自信ない。いやいや、ちょっと自信ないとかより、そのお前親やねんから、その、が、それやらな。親やねんからっていうのはこれ通用せえへんで、これに。先攻ね。はいはい。あ、俺高校行くから。はい、高校で。あ、お前先行って。お願いします。うん、じゃあ先攻、井口バツ丸の挑戦です。どうぞ。リアト、リアト、リアト、リアト見て。
おじちゃん頑張って。トーマス、リオト、トーマス。トーマス、リオト。おいおいおい。大きくため息ついたね。はあ。リオちゃん。あ、やった。あと一分あるよ。やった。やった。やった。こっち向いてとりあえず。リオト。リオ、バー、バー。おい、車かい。車おーマジでやった必殺技やこれお前見てみろほらリアタ車やったほら面白いおじさんだよ面白いやった5、4、3、2、1はいリアタ終了お前なんてあの顔お前あの顔お前なんであの顔楽しそうやからいいけどやな全然車の方が勝ってるはい終了イエーイお前バリ楽しそうやねお前バリ楽しそうやな皆さんこれがやっぱり親子ですじゃあお前よかったな俺前出ただけで大泣きかわしとったからまあ見てもらったら分かるようにまあ、僕の方が親であり面白かったってことですすみません僕の圧勝で申し訳ないいやおおどこ行くねお前どこ行くね途中でもう喜びすぎて走ってってもあらなんかしらいやなんでやなんでやお前もう嫌われてんねんなお前今まあまあねこれで勝利が確定したってことやからね真剣欲しかったけどなうんまあなんか終わろうとしてる感じやけどお前なんか忘れてないそうやなお前から言い出したやもんなそれはあちょっとほんま、舐めてるこれはあかんで、お前勘弁してくれよ新しい新箱ってお前言うたんやからな、それはありがとうございます僕の圧勝でしたありがとうございますはい、以上、バツマルジュニアわらかすでしたこの後はみんな笑顔になれてるといいね圧勝です